アナセヨー22ムジャーポテです。ということでね、今日はなんと20のオフィシャルグッズの再販が決まりました。これめでたいですよね。まあ、詳しくはね、後で見ていくんですけども、20のね、オフィシャルグッズが JYP ジャパンオンラインストアのみでね、再販が決まったと。いつもはね、ソニーと JYP2 個で出て売ってたんですけど、ソニーミュージックショップかな。あれ、今回は JYP の方だけで再販が決まったということで、これね、最近ね、WiiU になられた方とかね、普通にお金なくて買えなかった方とか、買い逃しちゃったものがある方とかね、これめちゃくちゃいいんじゃないかなと思って、まあちょっと詳しく見ていこうかなと思います。で、今回ね、過去のオフィシャルグッズが、まあその迷宮ハッピーで、こんどこれとこれ、みたいな。ステッパーなステップでこれとこれとこれ、みたいな感じで、ちょっとずつこうピックアップされてるんですけど、僕ね、ここ、ちょっと見えるかな。ここ見てもらったらわかるとき、これ全部20グッズなんですよね。今まで全部ね、20グッズの全種類開封っていうのをやってまして、なのでこの全種類ね、多分あると思うんですよ、探せば。なので、近日、この、まあ、後でも言うんですけど、販売期間が2月16日から3月6日までなので、まあ、2月中ぐらいにはね、今回再販されるグッズたちだけのね、まあ、軽い紹介ですかね。そんなじっくりとした紹介ではなくて、もう一回今、動画にして出してるので、軽い紹介をね、全部、実物をこう見せながらしていければなと。それを見てね、皆さんにどれを再販で買うかみたいなのを、まあ、決めてもらえればいいのかなと思います。まあ、とは言ってもね、本当に人気商品とかは、売り切れちゃうかもしれないので、まあ、本当に欲しいなってやつだけで先に買っておくのもいいかもしれませんね、これ。なので、ね、近日ね、今回再販するグッズをね、また紹介軽くしていくので、楽しみにね、待っていただければなと思います。でね、今ね、20ファーストアニバーサリーグッズももう届いて、その20ファーストアニバーサリーグッズも全種類紹介っていうのをね、今撮ってて、あとね、編集して出すだけなんでね、それもね、楽しみにしていただければなと思います。ということで、じゃあね、詳細見ていきましょう。はい、まずこちらですね。今日のね、12時過ぎぐらいに出たんですけど、JYP Japan オンラインストアグッズコレクションにて20オフィシャルグッズの販売が決定。JYP Japan オンラインストア限定販売となりますので、ぜひチェックしてみてください。ということでね。で、この販売期間が2022年2月16日、明日ですね。明日の12時から3月6日23時59分までということで。で、今回追加されるラインナップがこちらです。ドーンと、まあ、こうね、細長いんですけども、まあ、上の方から順番に見ていきますね。まずこちら、20プレデビューデジタルミニアルバムメイキューハッピーオフィシャルグッズ。もうこれも最初のね、本当に最初のグッズですかね、これ。これは、まあ、T シャツね、3600円、ちょっとね、画質悪いんですけど、すいませんね、これ。またね、近日ね、こう紹介していくので、それも本当に見てほしいなと思います。T シャツ、白い T シャツね。はいはいはい。で、ランダム缶バッジ。これまた売るのいいね。ランダム缶バッジね、集めきれてないやつの方が多いと思うんで、これまたね、売ってもらえるの本当に嬉しい。で、これが550円ですね。で、次、うちわ。うちわが、600円。これもね、本当に今思えばすごい初々しいね、9人のうちわが見れるので、これめっちゃいいね。再販ってありがたいな。もうずっと売ってくれないのかな、こういうのって。で、4つ目、フォトカードセット9枚入りということで、今回のその20ファーストアニバーサリー記念グッズにもね、フォトカードケース、フォトカードをね、こう一枚一枚入れるやつがあったんで、こうやってね、もし買いそびれてる人いたら、それに入れるためにね、こういうのも買っていいのかなっていう感じですよね。で、それがそのメキハビグッズの中で出るものですね。で、次がステッパーなステップグッズ。まずこちら、トートバッグ2800円。こちらね、これ結構ね、でっかい大きさで、可愛いので、これ結構いいんじゃないかなってやつですね。で、次さっきも言ったうちわね。うちわもいいよね。600円だね。さっきと同じように。うちわもね、こうまた集め直せるみたいな感じですね。で、ランダム缶バッジもまたまたありまして、フォトカードセット。これいいね。フォトカードセットさ、買ってない人さ、また揃えるね。昔のやつも。で、これが1200円で、で、ポストカードね。これが300円。このね、ポストカード、これめちゃくちゃ美女が良かった覚えがあるので、これちょっとおすすめかな、このポストカード。またね、実物紹介の時にちょっと言おうかなと思うんですけども、これかなり美女が良かった覚えがあるので、これ本当におすすめですね。で、次はね、テクピクポピシェキグッズの再販ですね。こちらです。フーディー。フーディーですね。これ白。僕、白買ったかな？なんか僕黒買ったよ。黒あったのかな？黒あったから黒買った気もするんですけど、まあ、そっちをね、見せようかなと思います。これ6500円ですね。で、次、ランダムトレーディングカード。ランダムトレカですね。こっからね、それまでは、ランダム缶バッジだったんですけど、このポピシェキからね、確かね、缶バッジは缶バッジになって、トレーディングカードね、このトレカがランダムの方になったみたいな感じでしたね、確か。で、これ全85種で550円ということで、これもいいですよね。で、うちはね、これ600円でまたまたありまして、これいいね、これ。うちは全部集めたくなっちゃうな。654。うわ、でも高いな、ちょっと。で、次、缶バッジですね。缶バッジが550円なんかまたありますよと。はいはいはい。で、フォトカードセット。これ素晴らしい。メキハッピー、ステステ、
テクピクポピシェキのトレカが再販されるっていうのは、これいいですね。また全部のトレカを集め直せるみたいな。あ、トレカじゃない、フォトカードセットか。集め直せるのこれいいですね。しかもね、フォトカードセット毎回言ってるんですけど、フォトカードセットの美術ってめっちゃいいんですよ。もうこの、いろんな美術があるんですけど、フォトカードセットは、もうその中でも多分トップクラスの美術だけを、こう、集めたような、フォトカードセットでね、本当に間違いはないぐらいの感じの、なんか美術というか、もう本当にね、フォトカードセット毎回すっごいいい美術なので、これ集め直すのいいんじゃないかなと思います。またね、見せますね。あ、で、ミニポスターセット9枚入り。これね、2000円。これもめっちゃいいですね。これここに飾ってあるやつ、これニナちゃんとリオちゃんのやつなんですけど、これのね、全員分が全部揃って、2000円。これいいですよね。で、これね、また、まあ、動画でもね、紹介してるんですけど、この額縁にね、これ100円の額縁なんですけど、入れて、こうやって飾るとね、おしゃれな感じになってて、これめっちゃいい。これ結構でかいんですよ。B5 ぐらいのサイズなんで。これもかなりおすすめですね。また見せますね。で、次はね、別に何の曲とかではないんですけど、20JP Japan Pop Up Store 2021 Official Goods ということで、トートバッグね。これもね、商品紹介したので、ぜひね、見てほしいんですけども、まあ、トートバッグ。ね、これが、3200円ですね。これ結構シンプルなデザインでしたね。で、次ね、これランダムトレカ。やっぱりね、ポッピンシェイキンテッカーピクチャーの時から、ランダム系がね、トレカに変わりましたね。これもね、これ、110種もあったっけ ?110 種もあったっけこれ。そんなあったんだ。で、うちは600円。うちはまた買い揃えるのいいね。あ、なるほどね。うちはもいいな。なるほどね。で、缶バッジも550円で売ってて、またフォトカードセット。これも売ってますね。これさ、ラントレと、うちわと、缶バッジと、フォトカードセット。これが大体あるのがいいね。また買い直せるみたいな。結構考えて選ばれたんですね。この再販するやつ。で、最後ね、二重スカウトオフィシャルグッズですね。こちらが、T シャツ。これ1枚3800円の T シャツね。これ二重スカウトで、二重ちゃんたちが作った T シャツがね、そのまんまのデザインでね、売られてるんですけど、僕はね、まゆかちゃんのやつをね、購入しましたね、確か。で、もう一個が、二重スカウトランダムトレーディングカード全20種。これ確かね、全20種全部ね、集めた気がするので、これもね、動画載ってるんですけども、これめちゃくちゃいいですね。ということでね、以上のラインナップがね、これ再販されるグッズのラインナップなんですけど、これ、キーネ、キーネって言っちゃった。キーネって言っちゃった。いいですね、これ。このメキハピグッズも、ステステグッズも、テクピクポピシキグッズも、JIP ジャパンポップアップストアグッズも、二重スカウトグッズもね、まあ、他のね、グッズもいっぱいあるんですけど、それもね、全部の時に全種類開封っていうのをやってるので、まあ、概要欄にね、グッズ開封系のね、再生リストをね、載せておくので、そっからね、探して、ぜひ見てみてください。で、冒頭にも言ったんですけどね、近日ね、この、今回紹介したやつだけをね、紹介していく動画とかもね、撮ろうかなと思うので、それも楽しみにしてもらえたらなと思います。あとね、21周年記念グッズもね、あるのでね、それも見ていただければ嬉しいなと思います。ということで、こういう感じでね、20のグッズ開封だったり、20の情報速報だったり、20のリアクションだったりね、まあ、いろんな企画、これで20名を作っていく企画だったりね、あと視聴者の方々から20に関する作品を募集してそれを紹介するっていう企画だったり、とにかくね、20に関するいろんな企画やってるので、ぜひ20の方はね、チャンネル登録して一緒にね、20を応援できたらなと思います。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。